佐藤のなんちゃらラジオ。この番組は3ピースバンド佐藤がローテンションローボイスでお送りする、人によっては日常が少しハッピーになるかもしれないおしゃべりラジオ。皆さんからのお便りを読んでああだこうだ言わせていただきます。よろしくお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。佐藤の幸子です。智子です。です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ結構早いスパンで収録をしてるんですけど、はい。うん、もう今日この今日、うん、今日今日今日星野源が結婚ということでおめでとうございます。ありがとうございます。一応ね、なんかどうですか。一応こう触れておこうかなと。だって2人は大好きだったじゃん。そうだね、やっぱ大学時代を追っかけするぐらい好きだったじゃん。そうだね、言ってしまうとまあ追っかけ何回も結構このラジオとかでも言ってると思うけど、言ってるよね。言ってたっけ。言ってる。すごい、うん、ものすごいメイクして、そうだね、見つけてほしい欲がちょっと前に出すぎた結果、うん、メイクが濃くなるっていう追っかけをしてたよね。そうだね、そっちタイプの追っかけでした。うーん、そうだね。どうですか。うーん、過ちだよね、あれは。あれは本当に過ちだね、うん、本当にピエロな状態で、本当ライカピエロだから本当に本当にライカピエロな状態でライブに行ってましたから、その当時のね、2人が知ったらそうだろう。そうだから、あの当時に星野源が結婚してなくてよかった、しなくてよかったっていうね、ガッキーと本当にそう、うん、今でよかったっていうね、今で本当によかった、うん、ね、うん、結構衝撃は受けましたけど、衝撃はあったけど、ね、やっぱ当時だ、もしね、当時にそのニュースがなったら、うん、結婚、しかも新垣結衣みたいなね、うん、感じになったら、うん、ニュースを見てからの遠征だったらどう。ニュースを見てからの遠征、あ、もう行くって決まってって、うん、でこのニュースが、いや地獄でしょ。うわ地獄だね。純粋にでライブでありがとうございますみたいなね、まあ、そうね、おめでとうとかってこう 言える余裕のある人たち、ある人たちね、言えない人たち、言えない人たち、歯を食いしばる人たちとっていう、こう二手に分かれて、分かりますね。二人はもちろん、二人はもちろんもう複雑な、もうね、目頭をもう目頭がもう熱々でね、マスカラどうどう、マスカラ真っ黒にして、もう目真っ赤にして、うん、ね、見てんじゃない。でしょ、今はどうなんですか、2人は。今、いや今はもう本当にそのね、あの結構普通にテレビに出てる人っていう感じで見てたんだけど、芸能人って感じで、芸能人っていう感じで見てたんだけど、うん、はい、ということで今晩は、うん、インスタの方でお便り募ってみましたので、うん、それをご紹介したいと思います、うん、ありがとうございます。お便りのコーナー、はい、このコーナーは皆さんからのお便りを読んでああだこうだというコーナーです。はい、はい、今回は2つテーマを、はい、募集させていただきました。はい、はい、じゃあ1つ目のテーマはですね、はい、うん、何ですか。今こんなものが欲しい、うん、買い物リスト、買いたいリストを教えてくださいということで募ったんですけども、うん、はい、うん、2通、はい、ですね。でそのうちの1つが父親ですね。いいの言って。いいでしょう、父親なんだもんだって。父親から来たよ。父親がインスタやってる人っている、いますか。いるんじゃない。いるか、うん、いるよ、本当に。あのおすすめしますよ、インスタ、うん、すごいよ。いいと思う。音楽好きにはたまらない。日々の生きがいになるかな、うん、うん、
そうだね、楽しんでるよね。楽しんでるインスタを彼は、父親は。確かに確かに活用してるよね、うん、ぜひ覗いてみてください。鍵垢になってる。あ、鍵垢になってるか。ほらや、そうだね、ちょっとね、あのコメントと真剣に向き合いすぎてちょっと、うん、ちょっといろいろね疲れちゃったみたいで。そうなんだ、うん、ちょっと今鍵垢になってますけど。コメント来るんだね。コメントがね、やっぱレコード好き同士の、ね、うん、レコードのインスタをしてるんだ。そう、レコードをあのうちの父親は上げまくってるんですよ、うん、そうそうそう、自分のお気に入りのレコードをね、そうそうそう、上げまくってて、それに対するコメントもねあるみたいで、うん、はい、そんなことはまあいいんですけど、うん、はい、そんな2通いただきました。読んでみます。はい、その父親から。そうだね、じゃあ読みますね。父親、ホンダ S800、うん、畑の常用を草刈り機、うん、丈夫な足腰ということで、うん、3点いたい。ホンダ S800 って何？また車、車、ね、丈夫な足腰にして、いい、うん、丈夫な足腰だけにしてね、ね、うん、草を買ってください、うん、はい、じゃあ次、これ読み方のをちょっと間違ってしまったらすみません、はい、チェイスブリスオーディオの、はい、ムードじゃない、ムード MASF ペダルズのラプティオザベックスのファットファズファクトリー、はい、はい、すいません、ちょっと難しい難しい名前が、調べましたが、うん、エフェクターのようですね、うんうんうん、どのこと、ファズなんですかね、うん、ね、そうだね、ファズなんだね。皆さん、エフェクターとかはやっぱ中古で買うですかね。これはなんかいい買い物そうですね。いくらぐらいなんだろう。なんか上等な感じがする。上等だろうね、絶対 ね、有名なやつなのかな。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次のテーマはもう梅雨時ですよということで。いやー、でも入った、梅雨入ってるね。これは明日も雨？明日も雨です。だけね。明後日も雨です。バカ。もうほとんど晴れはありません。バカ。つらい。つらいです。バカ。本当に。本当につらい気持ちになるんだよ。今年は長梅雨らしいよ。え、だって去年も長かったよ。あ、そっか。もう今年も長梅雨。いつも長いってことかじゃん、毎年。もう長くなっていくよっていうことじゃない？最悪。最悪なんですよ。それで気分が上がらないってことで、はい、本当に気分上がらないね。どうしたらいいかって、うん、そう、皆さんは気分が上がらない時どうしますかっていうテーマを、うん、これは結構受けましたね。はい、かなり参考になるんじゃないですか。なんかほっこり、うん、だからね、気分、私たちと一緒にね、気分が上がらない人は参考にしていただければということで、うん、じゃあなんかどうぞ、うん、はい、久々の鳥骸骨さんがあ、来てますね。鳥骸骨さん。ありがとうございます。はい。図録見てます。図録。いい、うん。こういう時に図録見るんだね。あ、そっか。なるほど。図録って買ってもどうしていいんだろうって思ってたけど、確かに。こういう雨の日に見るんですね。雨の日見るいいですね。すごいいいと思います。なるほど。とってもいいと思います。ね、これ、ここに、お便りくれて6通の。うん、お便りいただいたんですけど、うん、まあまあまあちょっと、うん、まあいつ父親がいますけど、ね、父親いますけど、うん、これこの6通で全て1日乗り切れそうな、まあ、確かに、ああでもそうか、1日乗り切れそうなラインナップ、確かに提案してもらってます、ね、はい、今いいですね。じゃあ2つ目ね、はい、サクサクと、はい、コーヒーを入れます。はいはい、図録を見てコーヒーを入れて図録見て見て
いいですね。コーヒーの香りで、はい、いいかも。コーヒーの香り、いい。いや、コーヒーはいいよ。いい。やっぱりね。いいね。やっぱ。え、アミシ、あのコーヒー屋は行ったの？どうだ。行ってないわ結局。行ってほしい。欲しいな。いや、本当に、なんで行かないんだろうね。近所だとやっぱ行かないっすね。この雨の時こそ行ってみようよ、本当に。いや、それは本当思ったの、この間、うん、雨だからもう何もすることないし、うん、行こうかって思ったんだけど、美味しいコーヒーをテイクアウトして、そう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 、ゆっくりとお家でさ飲むっていうのをやってみたらいいんじゃないの。やるべきだよね、うん、やります、うん、てみて、この梅雨時にちょっとやってみよう、いいね。うん、豆からやるんですかね、豆を引くんですかね。まあそうじゃない、なんか最近さ、うちらが見てる YouTuber はさ、うん、豆を煎るところからやってたよね。あ、そうなの。極めるってすごい、うん、極めるってすごいって思う。時間かからないコーヒー入れんの。かかると思うよ。豆をだから焦がすとこからやるんだよ。焦がすんだよ、こうやって。豆最初白いんだよ。え？それをフライパンでいって黒くするところからやる。めんどくさ。そうなの。そうだよ。へえ。そういうことなんだね。そう。こんなことできないよ。まあ、私も多分一生しないと思うんだけど。一生しないんだけど。しないな。自分が満足すればいいんじゃない？いいんだよね。まあ、そうだよ。うん、どんなのでも、うん、じゃ次、はい、次、好きなお菓子を食べます。うん、あ、はい、いいね、いいよ、雨の日にね、好きなお菓子食べちゃおうっていう。買い込みたいよね。買い込みたいね。もう買い、そうか、買い込んでおかないと意味ないよね。買いに出たくないもん、外に行くっていうのがあれだから、うん、常にある状態にしといて、うん、好きなお菓子を食べて、つろく見て、つろく見てコーヒー飲みながら、あれこうじゃん。最高ですね。理想の休日じゃない、ね、理想の休日になっちゃった。最高、ね、ゴロゴロしながら。それでこれじゃないですか。これじゃないの。これ何、なんとかさ、これなんだろう、なんか難しい。お茶、何、お茶かな。次のお便り、ごぼう、ごれ、あ、ごれいさん、ごれいさんだって。ごれいさん、ごれいさんを飲みますっていうお便りが届いてます。漢方です。漢方だそうです。じゃないんだ、漢方なんだ。へえ。なんで飲むんだろう、これを。ゴレイさん、ゴレイさんは、水体を改善する代表的な処方で、口の渇きや尿量の減少や、めまいなどのある方のむくみ、頭痛、下痢などに使用されます。なるほどね。お薬みたいな感じなんだね。漢方です。漢方薬です。いいじゃないですか。すごい。なんでそんなの知ってるんだろう。いいね、すごいな。そういうので整えるっていうね。でもそういうのはきっとあるだろうね。うん、そういうの飲んでみたい、私も。なんか自分にぴったりのこれみたいなね。うん、ああ、飲んでみたい。うん。これを飲んだことによってね、きっと気分が楽になるだろうね。うん、やっぱね、5月ってのもあるし、ね、5月病の季節でもあるし、っ5月って体調崩しやすいらしい、やっぱ。やっぱそうなんだ。だね、気候の変化もあるだろうし、こうやってね。そうか。そうやっぱそこ、漢方とか気になってきますよね。漢方を取り入れてみるか。取り入れてみるか。むくみあるしな。これじゃ頭痛もあるしな。これでしょ、完全に。そうだね。ゴレイさん。うん、いいラインナップ来てますよ、今。いいラインナップ来てる。コーヒー飲んで、ズロク見て、お菓子食べて、ゴレイさんを飲み、次ですね。爆音で音楽を聴き、眠ります。あ、いいじゃない。最後、締め。ヘッドホンでもいいんですよね。ヘッドホンで。ヘッドホンでもいい。うん。でも私これ今日やった。あ、そうなの？あ、そうなの。ヘッドホンで。爆音で？あの、好きな曲聴いて、うん。眠れるよ、そんなんで。あ、眠ってない、踊っちゃった、私。全然違う、踊っちゃいました、全然違った。逆に踊っちゃいました、全然違ったわ。
踊れました。踊れましたね。一人で。バックホンで聞くっていいんだね。うん。バックホンで聞くのはいいね。まあ、じゃあ最後は西、まあ、お願いします。お願いします。私かよ。はい。父親。はい、父親。はい。あるがまま無理にあげようとしない。すると数日で戻ります。落ち込みは悪いことと思わないことです。はい。はい、ということですね。あるがまま無理にあげる。実体験ですかね。実体験なんでしょうね。実体験でしょうね。これは、うん、すごく重みがありますね。そうですね。彼を知ってるだけに。だからきっとそうなんでしょうね。こうすることがいいんでしょうね。落ち込みは悪いことと思わないっていうことで、常に何かに悩んでるので、この人ね、彼は、はい、悩んでは。悩んでは解決し、うん、悩んでは解決しの日々なので、それが生活。悩んでますよ。悩んでるように見えなかったな。そう、でも周りから見るとすごくハッピーな人に見えてるっていうのが不思議だね。そう、でもちょっと私を羨ましいと思っちゃう、うん、そういうところが、うんうんうん、あ、そういう見られてるってことが、そう、すごい実際は悩んでるんだけど、ていうね、そうだね、こうやって文字にして最終的には、うん、自分で解決できてるってことだね、うん、そうね、いいんじゃない、うん、みんなでもこれでありだと思いますよ、ね、そうだね、みんなでもお便りくれた方々、皆さん、みんなあるがままって感じね、あるがままでコーヒーを入れて図録を見て、うん、好きなお菓子を食べて、お礼さんを飲み爆音で聞き眠る、あるがままに、そう、最終的には無理をしないっていうことをみんなやってるってことだよね。すごい、皆さんすごいちゃんと、すごい統一感が、これ6人でみんなで話し合ったみたいな、ね、感じ。これ見た時すごい心が ねほっとしましたよ、うん、皆さんまとまりがありました、あるね、チームワークが、チームワークがすごいな、うん、いや、いいです。ありがとうございます。ありがとうございました。参考にします。この間初めてウーバーイーツを頼んだんだけど。え、そうなの？そうなんだ。そうなんだ。あ、そうか。はいはいはい。いいじゃん。雨で外出たくないから。来てくれた？来てくれた。ちょっとね、一回使うとね、そう、あれハマりそう、いいなって思っちゃうよね。最初安いしね。そうだね、そう、ちょっとハマりそうだよね。ね、持ってきて本当に手元に届いちゃうみたいなね、うん、そう、すげえって思うね。あれ何頼んだの？え、ヤンニョンチキン。あ、だよね、やっぱそこだよね、やっぱりヤンニョンプだよね。結局そうなるんだよ、うん、結局そうなる。プブバイツと言ったらヤンニョンム。はい、ヤンニョンム行っちゃった結局。そうね、ヤンニョム食べたいな、ね、美味しい、うん、贅沢って感じだよね、うん、贅沢してるっていう、それはいいですね。なんかあの大根ついてこない？大根美味しいんだよ。コーラもついてくる、うん、コーラついてきて、ね、同じとこだね。嬉しいよね、そこかな、それ、うん、トマトなんとかってことかじゃん。そうそう、チキン&トマト、クリスピチキン&トマト、うん、そこ好き。あ、そうです、美味しいよね、あれね。なんかそのコーラとかボリュームすごい、ボリュームすごくてさ、そうそう、ついてきちゃってるってのが嬉しくない？コーラとかがさ、びっくりした、ついてくんだって思って、うん、そこで気持ち上がってんじゃない？ちょっと上がった、その時は。やっぱ、まあ、そこ上がるよね、やっぱそのそういうデリバリー、いいな、やっぱサプライズじゃん、サプライズ、サプライズをみんな期待してるプチサプライズ。プライズはやっぱ欲しいよね、みんな。プチサプライズ欲しい。日々ね、日々に。プチサプライズをあげられるようになりたいね。そうだね。こっちが、うん。プチサプライズ。こんな人間慣れたらいいね。うん。ということで、はい、また来週。そうですね。はい、ね、お元気で、はい。お元気で。元気で。はい。皆さん、次に負けずに頑張ってください。頑張ってください。それでは。佐藤でした。おやすみなさい。スイー